ムーブトゥーアンのパイオニア、ステップンで悔しい思いをした方かなりいらっしゃるのではないでしょうか。まだ終わってません。ステップン復活のシナリオ大公開。はい、どうも皆さんこんにちは。仮想通貨で送り人、クリプトオクタロこと市宮翔太です。本日の動画では5月の大暴落で一気に暴落したステップンの最新情報をこの動画をご覧のあなたには共有していきます。この結果ムーブトゥーアン引退したとかもう諦めてましたとか、こういった方かなりいらっしゃるかと思うんですね。暴落後もいくつか細かいアップデートはありましたが、今回のアップデートは違います。今までは歩いて稼げる通貨は GST ユーティリティートークンだけでしたが、今回のアップデートは GMT アーニングで、 GMT つまりステップンでお金として扱われているガバナンストークンが稼げるようになりました。今くすぶっているスニーカー NFT がある、参入が遅れてステップンで悔しい思いをした、こういった方は必見の内容になってますので、こちらの動画は飛ばさずに最後までご覧ください。本日の動画の構成としてはステップンのおさらい、 GMT アーニングについてオクタロ的考察となっております。それでは早速本編に入って解説していきたいと思いますが、その前に一つ皆さんにお伝えしたいことがあります。改めましてクリプトオクタロこと市宮翔太です。日々僕の動画をご視聴いただき本当にいつもありがとうございます。前回第1弾で大好評いただいた参加者全員期間限定完全無料配布、以前からお伝えしていた仮想通貨無料プレゼント企画に関して、まもなく第2弾開催することをここにお知らせいたします。今回のプレゼント企画に関して比較的安定しているステーブルコイン、そして今最も注目を浴びている草コイン、これらを参加者全員に期間限定で無料配布させていただきます。比較的安定しているステーブルコインというのはテザーや BNB、イーサなど主要通貨となり得るもので、草コインに関してはシバコインの再来とも噂されるミフコイン、これから伸びる期待値のある草コインをプレゼント企画参加者全員に配布させていただきます。参加方法は4つ。1つ目、この動画の概要欄から僕の LINE に登録してページメニューから専用 LINE に登録か参加希望と一言。2つ目、登録が完了したらキーワード参加希望とメッセージ。3つ目、オクタロ企画専用 LINE から送られてきたフォームに回答。4つ目、オクタロ公式テレグラムアカウントへの登録、こちらの4つになります。日頃から僕のチャンネルを応援してくださっているあなたのために、少しでも恩返しがしたいと思って開催させていただく完全無料の仮想通貨配布企画となりますので、僕の LINE に登録してくださっている方は僕の LINE に表示されているメニュー画面から、まだ僕の LINE に登録していない方はこの動画の概要欄から僕の LINE にまずは登録をしていただいて、オクタロ LINE の登録、専用 LINE の登録、企画専用 LINE に参加希望と送り送付されてきたフォームにて回答、公式テレグラムの登録、これらを行っていただけたらと思います。不明点などあれば気軽に LINE にメッセージをください。それでは開催のアナウンスをお待ちいただいて、本編も最後までしっかりご覧ください。それでは本編入って解説していきたいと思いますが、まずはじめにおさらいの意味を込めて軽くステップンの概要からお伝えしていきます。ステップンは世界中で様々な〇〇で稼ぐプロジェクトが流行っている中で、利用者が300万人を超えるブロックチェーンゲームのことです。ステップンはこれまでのゲームをして遊んで稼ぐプレイトゥーアンとは違って、体を動かす、要は歩いたり走ったりして稼ぐムーブトゥーアンを確立したブロックチェーンゲームになります。はい、でステップンにて発行される仮想通貨はゲームを有利に進めるためのユーティリティートークンである GST と、ステップンの運営に関わることができるガバナンストークンの GMT、 この2種類があります。このステップンご存知の方も多いかと思いますが、上場後価格を順調に上げていきましたが、今年の5月大暴落を起こしてしまいました。その後は参入者も増えるどころか減っていき、引退する方もかなりいらっしゃったようです。ですがあれから半年待たずしてステップン復活のシナリオが出てきたんです。ここからは本日の本題、ステップンのアップデート、 GMT アーニングについて共有していきます。 GMT アーニングは簡単に言ってしまうと GST だけじゃなくて GMT も稼げるようになったということです。今までステップンで歩いた分もらえる報酬はゲーム内トークンの GST だけでしたが、これからはガバナンストークンの GMT も歩いて稼げるようになったんです。ほぼ全てのブロックチェーンゲームもムーブトゥーアンアプリもアプリ内で稼げるのはユーティリティートークンのみで、その後にユーティリティートークンとの交換とか普通に他の仮想通貨で購入をしないとガバナンストークンは手に入れられませんでしたが、それができるようになったということです。これってかなりすごくてシンプルに考えてほしいんですが、そもそも仮想通貨としては僕たちが欲しいのって結局ゲーム内トークンではなくガバナンストークンなんですよね。
チャート見てみると GST は9月時点で4円程度まで下がってしまっている中、 GMT はまだ100円ほどうろうろしてますんで、歩いて GMT を稼げれば大幅に稼ぎやすくなるということになります。ただし条件があります。 GMT アーニングは GST のようにエナジーがあれば無限に歩いて稼げるというわけではないんです。ゲームシステムによって4つのプールに割り当てられた GMT をそのプール内で歩いたプレイヤーで分け合う形となります。プールは4つあって、クラシックプール、レインボープール、レインボープラスプール、シャーディンフロイデプール、これらの4つですね。1つずつ解説しますね。まずクラシックプールですが、これが現状一番狙いやすいものかと思います。従来のスニーカーのレベルをレベル30まで上げることで、クラシックプールで GMT を稼ぐことができるようになります。稼げる GMT は全体の 20%、スニーカーのレベルが高いほど多くの GMT を稼ぐことができます。つまりレベル30のクラシックスニーカーは GST を稼ぐか GMT を稼ぐか選ぶことができるということですよね。次にレインボープールとレインボープラスプールです。レインボープール、レインボープラスプールはそれぞれ専用のレインボースニーカーを所有している場合のみ GMT を稼ぐことができます。レインボースニーカーは GMT を稼ぐ専用のスニーカーで、手に入れるには5足の靴のエンハンス、要するに合成の必要があります。そして最後にシャーデンフロイデプールです。シャーデンフロイデプールはレインボーインフィットスニーカーを持っているプレイヤーだけ GMT アーンを行えるプールです。ジム合成で失敗した場合など、ステップのゲーム内でシステムに没収された GMT がこのプールに蓄積されて、それを分け合える形になるようですが、詳細はまだ未発表になります。ここまで4つのプールを紹介してきましたが、上記の機能は全て一斉に実装されるわけではないんですね。まずはレベル30のクラシックスニーカーでGMT アーンができるようになるクラシックプールのみが9月28日に実装されました。この後レインボープール、レインボープラスプール、シャーデンフロイデプールの順で実装されていくようです。少しずつ機能を追加していって、プレイヤーを飽きさせずにゲームへ何度も投資をしてもらうための仕様、マーケティングになります。ここまで今回のアップデート GMT アーニングについて解説してきましたが、今回の GMT アーニングがステップに与える影響って個人的にはかなり大きいと思っています。なぜかというと、今回実装された新たな機能がどれも GMT を稼ぎたいんであれば、どんどん投資を繰り返させるようなシステムだからですよね。例えば今回最も早く実装されたクラシックプールを見ても、クラシックスニーカーをレベル30に上げるためには GST、GMT を結構な量消費しないといけないですよね。つまり GMT アーニングをしたい人が増えれば増えるほど、ゲーム内で通貨の消費が増えて、スニーカーの価格相場や GST、GMT といったトークン自体が価格上昇する未来が簡単に作れてしまうんですね。これが僕のステップン復活のシナリオです。僕のというよりかは、まあこの動画をしっかり見てくださったあなたであれば想像がつくかと思います。もともとステップンやられていて引退してそのままだよといった方は、なんだかよくわからない草コインに投資するよりもよっぽど簡単に稼げるようになりそうな予想がつきませんか？この後の詳細情報も出てき次第 LINE や YouTube で共有させていただきますので、この動画がいいと思ってくれた方はまずは高評価のグッドボタンを押してもらって、この動画の概要欄にある僕の公式 LINE の登録、動画のコメントもいただければ幸いです。冒頭でもお伝えしていますが、現在僕は普段僕の動画を見てくださっているあなたに日頃の感謝を込めて、仮想通貨無料配布企画の第2弾を行っています。第1弾参加しそびれた、第2弾はぜひとか、無料配布企画参加したいといった方は概要欄にある僕の LINE に参加希望と自動返信にするため漢字で4文字一言だけメッセージをください。この動画以外にもわからない部分、仮想通貨に関することをお聞きいただければお答えしますが、最近気になるのがざっくりしたご質問ですとスムーズに会話が成り立ちませんので、何に対する質問かを明確にしていただければありがたいです。はい、ということで本日の動画いかがでしたでしょうか。本日はステップン復活のシナリオ GMT アーニングについて解説してきました。こんな感じで僕の動画は仮想通貨業界のリアルな情報、損しないためにやっておくべきこと、最新情報などをお届けしてますので、仮想通貨で勝って送り人になりたいとか、次からのチャンスは絶対に逃したくないとか、そういった方は僕の YouTube のチャンネル登録と通知のベルマーク、公式 LINE のご登録をぜひしていただければ嬉しいです。冒頭でもお伝えしていますが、僕が仮想通貨投資により無事資金を作ってこれた理由として、情報を仕入れる速さ、いい案件に取り組む迅速さ、この2つを本当に大事にしてきたからだと自負しています。きっと僕の動画を見てくださっている方も、仮想通貨投資で送り人になりたいとか、100倍銘柄を一度でいいから掴んでみたいとか、そう思われている方がほとんどかなと思いますが、初心者で何から手をつけていいかわからない、いろいろと投資してきたけど失敗続きで自信がないとか、そういった声もちょくちょくいただいたりするんですね。
ただそんな時に僕に聞いてもらえたらすぐにあなたの悩みを解決できますので、仮想通貨で勝ちたいそう思われている方は必ずチャンネル登録、通知のベルマーク、公式 LINE の登録、この3つは必ずしていただければと思います。僕もいろいろな方と情報交換したいので、気軽に LINE にメッセージいただけたら嬉しいです。それでは本日も僕の動画を最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。